桜井玲子は日本の女優、ファッションモデルであり、女性アイドルグループ、乃木坂46の元メンバー及び同グループの初代キャプテン、ナイロンジャパン、クラッシーのレギュラーモデルである。北海道函館市生まれ、神奈川県横浜市出身、乃木坂46合同会社所属、身長156センチメートル、血液型は A 型。相性は、 レイカ、キャップ、カリタス学園出身。1994年5月16日、母方の実家がある北海道函館市で生まれ、神奈川県横浜市で育つ。幼稚園生の頃からカトリック系の女子一貫校であるカリタス学園に通い始めた。その頃はママレードボーイやキューティーハニーや美少女戦士、セーラームーンが大好きだった。小学生時代は、 運動会の団長や学級委員を務め、中学生時代は母親に連れられて、ガーデニング教室に通っていたことがきっかけで稼働が好きになり、稼働部へ入部した。その他、水泳、体操、テニス、ピアノを習った。高校2年生の春、震度で悩んだ際に、乃木坂46の一期生オーディションを勧められた。当初は洋楽やロックが好きだったため、 アイドル歌手になるつもりはなかったが、ソニーミュージックエンタテインメントのアーティストが好きだったため、乃木坂46の一期生オーディションに興味を持った。また子供の頃から音楽やドラマが好きで歌手や女優に憧れ、中学生の頃から将来の夢として女優を掲げ芸能界を目指していた経緯もあり、好きな歌とダンスを職業にするためオーディションを受験することにした。 2011年8月21日、乃木坂46の一期生オーディションに合格。オーディションでは、ハピネスのキスメを歌った。暫定選抜メンバーに選ばれ、立ち位置は前列だった。同年11月13日、乃木坂46公式ブログを開始した。2012年2月5日、乃木坂ってどこで、暫定キャプテンに任命された。同年2月22日、 乃木坂46のファーストシングル、ぐるぐるカーテンで CD デビューした。これにより、歌手としての夢が実現したため、今後の夢としてアクション女優を掲げた。デビュー後は、乃木坂46の活動に専念するため、高校3年生の時、カリタス女子中学校、高等学校から別の高等学校へ転校した。同年6月17日、 乃木坂46の正式キャプテンに就任した。2013年3月9日、高等学校を卒業。同年3月13日、乃木坂46のフィフスシングル、君の名は、希望のカップリング曲、最高キネシスの可能性で、初のユニットに選ばれ、初のセンターを務めた。同年4月、大学へ進学し、社会学科に在籍した。 同年4月7日、バッドボーイズ J で、テレビドラマに初のレギュラー出演を開始し、ビーストレティースの宮下マリア役を演じた。同年11月、スペシャエリアで初の単独レギュラー出演を開始し、ピーチジョー2013ウィンターボリューム87のカタログにモデル出演した。2014年10月、三宅裕二が主催する、 劇団スーパーエキセントリックシアター創立35周年公演ミスターカミナリの第52回本公演に越冬ビーサイと桜井のダブルキャストで出演し九州から東京の小学校に赴任してきた新人の音楽教師薄木七音役を演じた2015年1月10日野木神社で成人式を迎えた2017年3月8日初のソロ写真集 自由ということを発売。2018年3月30日、東京ドームで行われたプロ野球、巨人・阪神の開幕戦で試合前、白石舞、西野七瀬、生田恵里花、久保志織山下瑞木と共に国家聖唱を行った。同年12月、ミュージカル、レベッカで、グランドミュージカル初出演。2019年7月8日、 乃木坂46から卒業することを自身の公式ブログで発表。同年9月1日、明治神宮野球場で開催された、乃木坂46真夏の全国ツアー2019、千秋楽公演をもって卒業。卒業後は、女優業に転身。同年9月30日、乃木坂46公式サイト内の公式ブログが閉鎖された。同年10月3日、 公式インスタグラム解説。同年10月28日、ファッション誌、クラッシーのレギュラーモデルに就任。同年11月27日、セカンド写真集、視線を発売。2021年3月1日、オフィシャルサイト兼、ファンクラブを開設。同年11月5日、公開予定の、死の目色の週末で映画初主演。愛称は、麗華。 レイレイ、キャップ。名前のレイ子の、レイの字はには、清らかや、住んでいるという意味があり、そのような子に育ってほしいという願いが込められている。持ちネタは、ホップステップからのホイップ。オンとオフを切り替えようとは思っておらず、番組で話していることはほとんど元である。好きな食べ物は、杏仁豆腐、ウニ、ゴールドキウイ、チョコ、肉。ラーメンのスープはこってり系、麺は、 片目が好き。好きな本は、辻村瑞希の短編集、淵なしの鏡。理由はとても雰囲気があって一話読み終わるごとに、不思議な気持ちになるからである。好きなキャラクターは、デイジー、バービー、ベッティブープ、ミッキー、ポムポムプリン。好きなブランドは、ラーダ、アディダス、アナップ、アバークロンビーフィッチ、ジョイライク、マーク・ジェイコブス、マウジー。 目標とする人物は、篠原涼子。憧れの女性芸能人は、渡辺千佳子、アンジェラ・ベビー、黒木イサ。尊敬する人物は、吉住渡るの漫画、ハンサムな彼女の主人公、萩原美桜。好きな漫画は、パラダイス・キス。その他、読んだことのある漫画は、ママレード・ボーイ、東京グール、東京グール、アイアム・ア・ヒーロー。好きなアニメは、ママレード・ボーイ。 趣味は音楽。音楽は洋楽を中心にヒップホップ、リズムブルースを聴く。好きなアーティストは、クリス・ブラウン、クレイグ・デビット、オマリオン、マルケス・バレット・ヒューストン。一番好きな曲は、クレイグ・デビット、フィルメイン。カラオケで締めに歌う曲は、ゴー・ヒロミ、ゴールド・フィンガー・99。小学生の頃、モーニング・娘。が好きで石川・理カ、後藤・真希のファンだった。 特技は、ダンス、ピアノ、歌道ダンスと、歌は乃木坂46で定評のあるメンバーで、50メートル走7秒88の身体能力を持つ。乃木坂46は、ダンスや歌の技術を上げる必要があると考えており、生駒里奈が AKB48 を兼任してから、乃木坂46のダンス練習に、積極的に関わるようになったことを機に一緒に、 ダンス練習を手伝った。保有資格は5位、読解力検定準2級。その他、野菜ソムリエの資格取得を考えている。綾瀬はるかのモノマネが得意。乃木坂46のキャプテン、ダンス7福人。乃木坂46のキャプテンであり、乃木坂46結成時はキャプテンが決まっていなかったが、乃木坂46のファーストシングル、 ぐるぐるカーテンから暫定キャプテンに任命され、サードシングル、走れ、バイシクルから正式キャプテンに就任した。桜井によれば、乃木坂46は AKB48 に沿って活動してきたが、乃木坂46のイレブンスシングル、命は美しいの時点では、AKB48 とは異なる独自グループとして活動している。乃木坂46では、桜井と 若月由美の二人で、シャクレーズというコンビを組んでいる。若月とは互いに、相方と呼び合う仲である。二人が仲良くなり始めたのは、乃木坂46のサードシングル、走れ。バイシクルで若月が選抜に入り、一緒にいる時間が増えてからである。若月といる時は聞き役に回ることが多い。また、桜井と若月とのペアで、ファンからは、レカ月と呼ばれている。 斉藤明日香、西野七瀬は桜井にとって日向のような存在。公式ブログの写真撮影技術は伊藤マリカから伝授された。乃木坂46で好きな振り付けは気づいたら片思い。好きな曲は気づいたら片思い。あの日僕はとっさに嘘をついた命は美しい。よく聴く曲は傾斜する。好きなミュージックビデオはバレッタ。世界で一番孤独なラバー。 君の名は希望。乃木坂46眉坂46乃木坂 AKB 乃木坂46ありがとうございます。